はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。この一族は、中共のいる、日本炭氏、という会社の筆頭株主が河野洋平。河野太郎も株持ってる、社長は河野太郎の弟ということで、一族ごと中共の犬などなどブログに書いたら、河野太郎デジタル大臣に不法行為、かっこ名誉毀損で訴えられました。記事の削除とお金を要求されております。不法行為っていうなら、逮捕とかにならないのかね。不法っていうならさ、よくわかんないですけど、法律用語なんでしょうか。これこの通り。初公判、1月15日、ハエナオイ。まあ私、弁護士ついてましたから、よかったんですけれども、今から、弁護士探すなんて言うと、もう年末だし、間に合わない。なんてことも、あるでしょうね。それ狙ってこの時期に出してきたんでしょうか。むざむざと言いなりになるつもり、全然ありませんので、裁判で争いますけれども、裁判官がね、大臣で総理候補っていう権力者じゃないですか。それに忖度するんじゃないかと心配しております。NHK には忖度して、第二いられち系裁判で電波増幅装置をつければ、使えば映るでしょみたいな、とてつもない変な判決出しましたから、頼ってるほど裁判に有利になる。というのが、明らかですからね。心配しております。つきましては、法廷闘争の費用をご支援いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。ご支援は動画説明欄、もっと見るをクリックして、そちらからお願いいたします。ツイッターのご支援のお願いで、早速ご支援いただきました。ひろみ様、すみこ様、けいた様、ひろき様、えみこ様、コックの三次様、まちお様、たかお様、エール様、はるか様、がんこおやじ様、さんちゃん様、こなきじじい様、おこぷん様、ないしょ様、よっちゃん様、CMC 様、きくたろう様、ピゴキューイー様、柴犬大好き様、ローテツ様、エモエモン様、新一様、誠にありがとうございました。初めてご支援くださった方も多くてですね、何度もご支援、くださった方、も多くてですね、誠に恐縮であります。誠にありがとうございます。これで、河野太郎と法廷で、戦います。現代ビジネス記事。読売新聞、リストラじゃなくて、離職者に焦り始める。勝手に辞めてっちゃう。読売ワンの開発リーダーを務めたデジタル部門のエース T さんが辞めて広告系の会社に移り、未だに読売の看板を辛抱している幹部連中が激怒してました。ようやく管理部が離職者に辞めた理由を聞かせてもらえませんか、戻ってきてはもらえませんかと動き出した。お先真っ暗だから辞めましたとは言わないだろうと現役社員も失笑しています。役員連中は全ての新聞が倒れ、読売だけが生き残るなんて豪語してますけどね。2003年から2023年の20年間で新聞部数はどのぐらい減ったか。読売1006万から684万に 32% 減。朝日831万から429万に 48% 減。まあ朝日毎日はね、押し紙すげえ多いっていうから、これ以上減ってんでしょうけど、毎日398万から192万、52% 減。日経301万から174万に 43% 減。日経ですら、産経211万から101万に、52% 減。これ産経は理由ありまして、途中で押し紙やめます一切って言ってガガンと部数減った時がありましてね。世論です。紙の新聞電車で読んでる人ほとんどいないね。たまにいる、軽蔑してる電車で年に数回見かける程度だ。ガサガサうっさいし本当に迷惑。必需品として消費税も軽減しているのになんで売れないの。新聞を久しぶりに読んだけど、高齢者向けの健康器具や健康食品の広告ばかりでびっくりしたわ。
新聞買ってた層が徐々にいなくなってるから、そら消えるしかない。ついでに活動家が記者やってるから、さらに終わった。プロパガンダ機関にしか見えないもんな。紙ももったいねえし、環境破壊やもんな。あと15年で紙の新聞は消滅。今のペースで減り続けると、あと15年で紙の新聞消滅って書いてありましたけれども、そんな待てないんですけど、朝日と毎日と赤旗は他よりね、先に消滅してくんねえかな、あと政教新聞と。読売も朝日も毎日も、派手に早期退職者募集して解雇してたんですけど、今は離職者に悩んでるみたいですね。読売でそうなんだから、朝日毎日はもっとでしょうね。泥船からは、他でも通用する有能からやめていって、無能ばかりが、泥船にしがみついていて、泥船がより泥船になるのが世の常と。電車でたまーに新聞読んでる高齢者見かけますね。密かに軽蔑してますけど、それが赤旗だの政教だったら、距離取るように離れてます。危険なんで。紙の新聞、環境破壊。今すぐ新聞やめましょう。子孫に緑を残しましょう。っていうですね、エンドレステープ作って、街頭で流してます。街頭活動の時。通りすがりの方々の、耳に残っといいんですけどね。岸田政権、また増税。増税メガネの何始ませんね、これ。厚労省、社会保障審議会。有識者会議ってやつですか。月収63万5千円で上限となる保険税を、月収66万5千円以上の人は上げることを提案。上限を撤廃するってことですね。月収63万5千円でいくらねってなったらば、100万になっても200万になっても、今までは変わらないっていうことなんですかね。来年末まで結論出すそうなんですけど、どうせ上がるんでしょうね、これ。1円でもいいから税負担率を上げようと、血まなこですね。なんだか、世論です。上位 6.3% だそうだ。もっと高収入の人は国保と年金から離脱した方が得だな。努力したら罰金。中小でこんな月収出してるとこないよな。年収800万円ぐらいで金持ち扱いとかやばいな。少子化対策と逆行してんだろ。高齢者の自己負担率維持でも上げないよね。サラリーマン増税ばっかり。月収66万5千円は年収798万円だそうで、都内で育児してる世帯、年収の中央値が約1000万円、なので直撃でないですかね。直撃じゃ中央値ってことはですね、育児してる世帯の世帯年収、1000万円以下の人と1000万円以上の人が同数いるっていう、数字ですね。現在は32等級で頭打ち63万5千円でそれ以上上がんない、100万になっても200万だそうなんですけれども、その上限撤廃して100等級ぐらいまでつくんだろうかね。NHK 会長や経営者で年収3000万とかの人はですね、保険使わないで10割負担の方が得になってきますね、これ。保険一切使わずに、保険払わずに、いざ病気になったら10割負担で、その方がいいわ。国保税だから理由なく滞納するとですね、差し押さえされますけどね。厚労省も1円でも税負担上げようと血まなこですね。お前らの子孫や親戚もですね、重負担に苦しむのにね、ほんとバカなやつら。内閣府発表、今年の日本のドル換算 GDP がドイツに抜かれ世界4位となる見通し。1人当たりの GDP はイタリアに抜かれ、G7 最下位になる見通し。世界経済に占める割合は 4.2% で、データが残ってる1980年以来最低。外国にばらまいてる場合じゃないな、これ。これ落ち目じゃない日本。世論です。自民党のおかげ。中抜きばっかりしてたらそうなるな。もう後進国でいいじゃないか。のんびり行こう。財務省と竹中平蔵が目指す貧困国家、日本。実質賃金は19ヶ月連続マイナス。こんなに貧乏になったのに、いつまで日本は外国人の生活保護で面倒見んの。貧乏なくせに海外には大盤振る舞い。国民虐待の成果。税負担が重すぎて発展しない。過去50年間一貫して上がってる税負担率、経済発展の余力ないですね。私が若い頃の税負担率 35%、今は 47%。団塊世代が、結婚適齢期だった頃の税負担率 25%、今 47%。吸い上げた税を政府がね、うまーく使えてないから、
経済が停滞するんだよね。これうまーく使えてれば、経済、発展するんじゃない？使えてないから、停滞するんでしょ。円安はドル換算での比較は不利なんですけど、今後はですね、6000万人レベルに人口が減少します。72万人生まれて、まあ毎年72万人生まれりゃいいけど、来年はもっと減るんでしょう。72万人毎年生まれて、平均年齢が84歳だから、6000万人、クラスの国の、出産数なんですよ。確実ですね。世界5位、6位って落ちてくのは確実ですね。外国に気前よくばらまいてる場合じゃないぞ、騎士だ。一党独裁のシンガポールはですね、税負担率でなくて GDP を上げる。つまり経済発展させた官僚が出世するシステムなんですよ。一党独裁だからできることなのかもしれないけど、日本もこうならないもんかな。頭が悪い自民党のうちは無理そうですけどね。検察、清和会の幹部5人を事情聴取。萩生田前政調会長60歳。松野前官房長官61歳。世耕前参院幹事長61歳。高木前国会対策委員長67歳。塩谷元文科大臣、73歳。全員でですね、派閥の収支不記載は知らなかった。って言い放ったみたいです。清和会がこのお金つけてない、報告してないのは知らなかった。って言ったみたいですよ。世論です。示し合わしたように。知らなかったじゃ済まないぞ。嘘をついてるのは確実だよね。安倍さんが激怒したのにみんな覚えてないのかよ。口裏合わせたかのような流れですな。喋るなって派閥から指示されてたそうじゃないか。派閥の収支報告に記載がないことは知らなくても自分の収入として報告しなくちゃダメだろ。本当だよ。ダメだよ。安倍総理が亡くなったのは2022年7月、直後の8月に、高木前国対委員長が清和会の事務総長に就任してんですよ。なんで事務総長、派閥側の中枢がですね、派閥の収支に記載がなかったのは知らんかったって言えんだよって話なの。すっげー鉄面皮ですね。このぐらいずうずうしくないと自民党の議員なんてやってらんないんだろうか。それにですね、派閥収支に支出として記載がなくても議員側の収支報告にですね、収入として記載してしなくていいってことにはなりませんよね。派閥の支出としても議員の収入としても記載なければですね、世の中から消えた金ってことになるでしょう。脱税そのものはですね、安倍総理亡き後の自民党は私利私欲むき出しの昭和の自民党に逆戻りしたんだから、特捜はしっかり追及してほしいですね。権力者に忖度すんなよな。河野太郎に負けんなよな、裁判官はな。その他のニュース、与野党ともにパーティーを自粛するこのご時世に、清和会大塚拓衆議院議員50歳、資金パーティー開催、出席者でさえ世間が許さないのではと困惑。部外者は危機感の欠如、国民なんて舐めてる、ここぞとばかり非難豪豪。許さないかどうか知らないんですけど、非常識っていう評判は無事獲得したみたいであります。デニー知事が辺野古地盤改良工事の承認を、職務放棄して国が大執行することについて、共産党小池晃だ、国の考えに従わなければ県の権限を奪い、大執行するというのは民主主義や地方自治を乱暴に破壊することになる。地方自治の破壊は断じて許されない。判決と法に従って粛々とやってるんですけど、県の権限を奪いってその権限を使わねえからしょうがねえなってやってるんですけど、共産党に法律関係ないですからね、文句言えればいいもんね。自分らも公安監視対象で法律なんて関係ねえって連中ですから、断じて許されない、もうないもんだ。最高裁判決あるんで、共産党の許しなんか全然いらないですね。許されないのはお前らだろ、だから見張られてんだろ。過去のテレビ番組で池上彰が不法滞在者の犯罪率が高いというデータはないっていう発言がですね、リバイバル炎上しておりました。そんで私、不法滞在者が犯罪者である確率は 100% とコメントしたらですね、リツイート5800、いいね 2.4 万いただきました。久々のヒット。不法滞在自体が犯罪ってことを薄めたくてですね、最近パヨさんたち、
非正規滞在なんてへんてこな言葉作って広めようとしているみたいであります。非正規滞在って言ってるやつ、書いてるやつとは話が通じないんで、避難をおすすめいたします。どうせ話通じねえ、日本語通じねえから。日本の EEZ 内で密漁し逮捕されていた韓国漁船船長、即日釈放されていた。どういう理由があるのか知らんが、ネット民一同がっかりがっかり。罰金払ったか、賠償金払ったのか、即で、なんか事情があるのか知らないけど、スワップといい、ホワイトといいですね。なんでそんなに韓国に忖度すんだろう。やっぱパーケンどっさり買ってもらってるんでしょうかね。肘町に土葬墓地を要求している別府ムスリム教会がですね、イスラム文化祭を開催。カーン代表、まずはイスラム教を知ってもらいたい。ネット民、神道や仏教のことは知ろうともせんくせに要求ばっかり。知ってほしいの次に言い出すのはなんだ。日本人には敬意を払わないくせに、高温多湿な日本で土葬は無理って知れよなど非難豪豪。言われてみれば奴らは日本人のこと知ろうともしてないもんな。要求するばっかでね。全国的に盆栽泥棒が多発。外国人、特に中国人の盆栽人気の高まりで、これ換金が難しそうな品なんで、盆栽泥棒シンジケートが出来上がってますね、これね。実行犯は25万人いる不法滞在者かな。都内で痴漢にあったことがある女性、なんと 45%。痴漢大国ですね、これ。犯罪と冤罪を防ぐためにも、車内の防犯カメラ、完備を希望します。それと痴漢はですね、露出が多い派手めな子は狙わない。大声出しそうもない地味めな子狙うって。なるほど、卑怯だなぁ。感心しちゃいますね。恐れ入ったる卑怯卑劣って感じ。というわけで、河野太郎大臣に一般人である、か弱き一般人である私が訴えられてしまいました。あいつパヨってっからな、裁判官もひいきにすんだろうな。権力者だしな、と心配しております。皆様見守っていてください。見守っていて、ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。